今日は京都駅に来ています。皆さん1年前にこんな動画を上げたのを覚えていますか？今回はこれの第2弾のような感じで都会に近すぎる秘境駅に行ってみたいと思います。前回は兵庫県の竹田尾という駅に行きました。半分橋の上で半分トンネルの中という面白い駅でした。また動画を見てない方は概要欄に貼り付けておくので見てみてください。この京都にも似たような駅があると聞いたので行ってみたいと思います。今回もよろしくお願いします。その駅があるのが一番右に書いてある嵯峨野山陰線です。珍しい列車がやってきました。1日1本だけ運行されている大阪と高山を結ぶ特急飛騨です。特急飛騨は1日何本も運行されていますが、大阪まで足を伸ばすものは1本のみです。ファンの間では大阪飛騨とも呼ばれています。今立っている0番ホームも面白くてですね、つながっている30番ホームと合わせて558メートルあります。これは新幹線のホームを合わせても日本一長いホームです。ちなみに路面電車を除いた日本一短い駅間は長崎県にある中佐世保駅と佐世保中央駅の間だそうです。その距離わずか200メートルほどだそうです。つまりどういうことかというと、その駅間よりもこのホームの方が長いということです。秘境駅につながる嵯峨野山陰線のホームです。右側の列車に乗車します。電車は嵐山観光の玄関口、嵯峨嵐山駅に到着です。今回行く秘境駅はこの次の駅です。
界から近すぎる秘境駅です。木橋という駅です。保津峡駅の全体を見てみましょう。四方八方すべて山という感じです。直前まで雨が降っていて霧がかかっており、より秘境の地みたいな雰囲気になっています。反対側です。武田尾駅同様、下には川が流れています。下を流れるのは保津川です。保津峡駅の時刻表です。これは亀岡方面ですね。日中はおおむね20分に1回列車が来ます。そしてこれが京都方面です。それでは駅舎も見てみましょう。駅舎はこのような見た目をしています。前回の武田尾は線路の下でしたが、保津峡は駅舎がありました。駅前にはロータリーがあります。この駅から脱出するにはあの道を行くしかありません。そしてこの道はおそらくあの橋へつながっています。バスも運行されているみたいですが、本数は少ないですね。そして気になるのが、1日何人この駅を利用するのかということです。調べてみたところ、政府が公開するデータでは718人と書いてありました。おや、谷底を列車が走っています。あの列車は嵯峨野観光鉄道です。次はあの列車に乗ってみましょう。保津峡の次の駅、馬堀駅に到着しました。トロッコ列車の出発駅に向かいます。馬堀駅から歩いて10分ぐらいでトロッコ亀岡駅に到着です。列車が来るまで少し待ちます。やってきました。トロッコ列車が到着です。それではゆっくりご覧ください。では行ってきます。さようなら。ホーム出ましたら、まずは信号方向左の方から保津川の景色始まります。まずは左側から保津川の景色始まります。実は今走っている線路
は昔の山陰本線でした。この地図の赤色で示したのが現在の山陰本線、青で示したのが昔の山陰本線、今トロッコ列車で走っている線路です。普通線路を敷き直すときは昔の線路は剥がされるのですが、この区間は景色がとても良かったので剥がされず観光路線になりました。上に見えているのが現在の山陰本線です。これにより山陰本線は距離が 1.6 キロ短くなり、所要時間も半分になりました。今日は濁流で運休していますが、ここでは川下りを楽しむことができます。釣り橋がご覧いただけます。あの釣り橋ですが、映画のロケやテレビの撮影、撮影した場に実際出たことがあります。ちょっとだけ有名な釣り橋、駅に発車するにもお出かけくださいませ。折り返しのことです。現場の方には19匹の茨城焼きの方に、また側で滑った女の子さんも。トロッコ保府町駅に到着です。ここが昔の旧山陰本線の保府町駅でもあります。扉が開きます。ご視聴ください。トロッコ保府町駅、天気は幼い、こちらの景色は右側にあります。右側目の前には桜や紅葉がご覧いただけます。モミジの下にはたくさんの木、沿線にはたくさんのモミジの木があります。秋になるとこのように非常に綺麗になるのでおすすめです。沿線には1000台のライトアップが流れております。この辺りですが、天気のいい夕暮れ、時々山から野生の着です。この駅の半分はトンネルの中です。後ろの車両の扉は開きません。現山陰本線と合流します。最後の一区間は山陰本線を逆走します。終点のトロッコ佐賀駅に到着です。30分の乗車でしたが、景色が綺麗であっという間でした。今回は都会から近すぎる秘境駅、保府町駅と佐賀の観光鉄道に乗ってみた動画でした。どちらも京都駅から20分ぐらいで行ける場所なので、ぜひ行ってみてください。これからの季節、紅葉が綺麗になると思います。少しでも知ってもらえるために、急いで編集を頑張りました。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。それでは今回はこの辺で、ありがとうございました。まもなく、一番乗り場に到着します。